からサムちゃんのシャンプーカットのために都会へやってきました。市内までやってきました。これからちょっとしばし2時間ぐらいサムちゃんとお別れしてカットしてもらいたいと思います。今日もこれ30度超えの湿度も高い暑い日なんで、もうちょっと短くサマーカットに近いぐらいのことをしてみようかなと思います。頑張ろうね。サムちゃんまだ今から何されるか知りません、ね、すごい強風の中行ってまいります。やるようになるんですけど、いけますか？はい、大丈夫です。それはもう、あーね、あんな、あんなこと言うよ。なんかここで帰ろうか、ふみきに聞いて。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫、ちょっとだけ我慢や。え、ちょいちょいちょい、大丈夫、大丈夫、ちょいちょいちょい、たまらん、恐怖のずっちょ。大丈夫、大丈夫、よしよしよし、頑張れ、頑張れ。いったん、いつも強気なくせに。いったん。はい、お願いします。あ、すいません、あとでな、あとでね、大丈夫、大丈夫、お願いします。
お座りは綺麗になったサム君、見てあげてください。お座り、お座り。よし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 。よしよし。だいぶ毛が短くなったので、ちょっと子犬に戻りました。シャンプー辛かったみたいで甘えてきます。今日は甘えん坊さん。ほらほら、見てもらおう。綺麗になった。よいしょ。普段のママちゃんの下手くそな。トリミングのせいで絡まった毛は全部短く切る羽目になっちゃってな。こっち来とき。はい、こっち来い。あ、伏せ。そう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 。はーい。はーい。綺麗になったもんな。伏せて、ほら。うにゃ、うにゃ、うにゃ。すごいもん短くなって。性格までなんか子犬に戻ったみたいな。よし、よしよし、頑張ったね。2時間のトリミングのために往復6時間かけてな、車走らせなかな。細いね、ええね。はい、やきやき。